徳之島なくさみ館犬種の三崎船長は、鹿児島県の奄美群島の徳之島にある町の一つ、大島郡に属する。闘牛の習慣があり、泉し千代本郷鎌との二人の世界最高齢者の出身地でも、ある町のキャッチフレーズは、長寿と闘牛の異船長である。気候風土など、徳之島全域に関わる事柄については、徳之島の項目を参照のこと。 徳之島の南西部を行政区域とする。大部分が徳之島の山地部から外れており、徳之島山頂の中では高地面積率が最も高い。一方で、琉球石灰岩地域が主であり、推理条件は山頂の中では良くない。また石灰岩地域であることで近隣の沖野選ぶ島と同じく昇乳道が多数存在する。 その中で現在知られているうち最も大きいとされるのが銀河道である。過去には条件服の銀流道と小島の小島案側が観光道として公開されていたが現在では閉鎖されている。石灰岩地域では河川は深い谷を刻みつつ地下に潜り、また地上に現れて深い谷を刻むのを繰り返すのが特徴的であるが、 地形図や空中写真で伊仙町の山手の方を見ると河川以外にも無数に枯れ川があって顕著にギザギザになっていることがわかる。これをドライバレー群というが徳之島のカルスト地形の大きな特徴と言われている。小縮尺の地図で見てもそれほど起伏がある印象を抱かないが実際にはかなりの起伏がある。海岸線は 珊瑚症生の磯と会食による祈願が多く見られる。琉球石灰岩の断崖となっている犬谷の岬周辺、浅い岩場と砂浜のある紀念浜、北部の犬谷の岳などの山林は2017年に天見群島国立公園の一部に指定された。厚生労働省の平成19年平成24年人口動態保険所 市区町村別統計の合計特殊出生率は2.81で全国一高かった。中学校、小学校、ありがとうございます。